中年オタッキーです。前回予告したようにね、開封動画になりますね。これヨドバシカメラの箱に入った、デジタルカメラを購入したということでね、それでは開封していこうと思います。はい、これね、ヤフオクで買ったんですけど、ヨドバシから来たのかな、これ。それともヨドバシの中古の箱を使ったのか。よいしょ。まあ、よくわからないんですけども、そこそこの値段はしました。まあ、フルサイズミラーレスということで、そこそこの値段ではないんですけどね、常識的にはね。よいしょ。よいしょ。じゃんじゃん開けていきましょうか。よっ、出てこい。よいしょ。はい、まさかまさかのアルファ7ですね。こんだけソニーのカメラのことをケチョンケチョンにけなしておきながら買うかみたいな。ああ、ヨドバシから来たんだな。ヨドバシカメラ保証書貼り付け用レシート、ヨドバシから来たんですね。説明書、製品登録のおすすめ、もう完全に新品扱いだな。はい、レンズも入っておりますね。まあ、いい感じですね。ちなみに新品ではありません。なんて言うんだろう。なんだっけ。展示品ですね。展示品の処分という、アルファ7初代、いわゆるスナナなんですけど、この間カタログを落ちしたらしいですね。で、その展示品が必要になくなったということで、ヨドバシさんが多分放出したんでしょう。それがヤフオクに出てたということで。チャッチーな、これ。よいしょ。うん、つくんだな。で、本体が。ちっちゃいなぁ。コーティングがちょっと剥がれがあるということですけどね。うん。はい。特に問題は外観的にはなさそうですね。センサーも綺麗です。これ金属？砂縄はプラスチックって聞いたことがあるけど、金属っぽいぞ。バージョンアップしたのかな。電池入ってんのか。電池は入ってないね。電池どこ。まだ他の箱の奥があるか。ああ、入ってる入ってる。よいしょ。ちょっと電池をまず入れてみます。これ僕の開封動画にしてはめちゃくちゃ異例ですよね。電池は入っていませんね。充電されてないようです。電源が入らなかったりしていきなり保証修理かみたいな。まあ保証がついてるからいいんですけど、で電池は同じだな、NPFW50。 これ、一応ね、高川様から先日いただいたカメラの、予備バッテリーも充電済みなんですけどね、型番は一緒なんで使えると思いますが、電源が入らねえぞ。あ、入った、入りました。エリア、日付、時刻を設定してください。実行、東京ソウル、サマータイム切り、
日時未設定だから、2013年になってる。隣のやつエンジンかけば2021年の今日は3月10日、14時じゃあもう16時7分実行、すぐには立ち上がらないんかな。ノーカードになってますね。はい、一旦電源を切って。なんかカチャって言ったのはなんだ。レンズをつけてみましょう。こんなんか。これ、まあ、α7 系のカメラを扱うのは本当に久しぶりですけど、この2870でも十分レンズの方がでかすぎますね。どこにピント合わせてるんだ。やっぱりフリッカーしますね。水準器が入ってるのがデフォルトなのかな。露出補正をプラスマイナス5段もあるんだ。よっと。まあこんなわけでね、買っちゃったんですね、α7 ね。まあ価格はね、69,800円でした。で、5万円台でも買えるんですね、α7 ね。α7 5万円台、まあ4も、もうボロボロだったら4万円台もあるみたいなんですけど、5万円台でも買えるんですけど、なぜあえてこの7万近いお金を出したのか、それはね、もう単純にもうこれですね。これです、保証ね。もう先日からも申し上げておりますが、もうとにかくソニーは故障が怖いと。で、まあ、5万円ぐらい出してね、買うぐらいだったら7万円出して保証付きのやつの方がいいとそんな感覚なんですね。だって来てすぐ壊れたとか言ったらひーって感じじゃないですか。もうそれはちょっと無理なんで、そんなわけでね、保証書付きのやつを買ったんですよ。まあ1年保証が付いておりますんで、1年間はまあ壊れてもメーカーの修理が受けられると。これ知って、まあ、展示品だからね、結構使い込んであるはずですけど、まあ保証は受けられるんですね。で、ファインダーのね、ラバーがね、ラバーが欠品してるということだった。アイピースラバー欠品してるということで、まあ、ヨドバシからこれも買いました。1000円でしたね。送料込み1000円。買って。で、間違ったやつが送られてきたりしてね。納品書。FDA EP18、 間違ったやつが入ったりして、一応ね α7 用って書いてあった。これが1000円。まあ仕方ないんだけどな。ああ、間違ってなかったですね。こんな硬いのになんで取れたんだろう。これね、絶対パクられてますよ、店頭でね。なくした、結構なくすっていうね情報ですけど、なくしたけどパクったんじゃないのこれね。まあそんなわけで、α7 が私の家に来ました。私の家って家じゃないけど、ストラップもね、これ多分ストラップ新品ですね。まあ純正ストラップだからこんなもんか。チャチはチャチですね。ペラペラです。かといってね、そんなに使わないだろうからね、なんか凝ったストラップを買おうという気にもならず、まあ、そんなに使わないのにね7万円も払うっていうのもどうかなと思うんですけど、
まあ、あの先日のライブでもね、言いましたけどね、基本的にモノクロで僕撮るじゃないですか。で、カラーのね、その作例も欲しいって人は絶対いると思うんですね。一眼レフカメラの場合だとマウントアダプターで、α7 でカラーで撮れば、まあそのカラーの作例も出せるぞという感じでね、ずっと α7 欲しかったんですよ。で、以前からも言っておりますように、ミラーレス一眼にオールドレンズをつけるのなら、まあ、現状では α 一択じゃないかなと。これからは多分変わってくると思うんですけど、ニコンのね、Z6 が、まあ、現状価格がぐんぐん下がってきてるんで、Z6 っていう手もありだったんですけど、まあ、できればね、そのソニーのレンズも使ってみたいですし、純正のね、オートフォーカスで撮ってみたいっていう気もあって、まあ、このカメラになったんですね。7万で、レンズ付き。片や Z6 は、その10万、11万ぐらいで、ボディだけになるんでね。で、まあ、1年ぐらいとりあえず使ってみて、つってもね、ローンっていうか、嫁ローンなんですけどね。嫁に5000円ずつ、14回払いでね、買いましたんで、1年2ヶ月ぐらい使ってみて、で、その時にね、Z6 とか EOS R がね、安くなってたらそっちにまあ乗り換えてもいいんですけど、とりあえずまあこれでね、オールドレンズをね、マウントアダプターを介してね、使ってみようと思います。すごく軽いカメラですけど、結局レンズをつけたらそこそこの重さになりますね、これね。うん、ちょっと使い込んでみようと思いますね。で、これでね、ソニーのね、デジタルカメラ2台、まあ3台あるんですけど、まあ厳密に言ったら2台体制、常時動かせる純正のね、レンズがついた、まあ、2台体制になったわけですが、これもね、今ね、撮ってます。結構いい絵が出そうな感じがしますね、ファインダーで見てる感じはね。このカメラほとんどミラーレスですね。撮影結果をね、すぐに EVF で見れるっていうのではね、ミラーレス的な感じで使っています。で、まあ、α7 の方なんですけどね、まあ、未知数なんですね。オートフォーカスが弱いとか、まあ、いろいろ言われてますけども、僕、基本的に動き物は撮らないんで、あんまりオートフォーカスが遅いのはあんま関係ないかなっていう。で、α7-2 もね、保証がなければね、7万円ぐらいで買えるんですけどもね、まあ、これレンズがついてますし、まあまあいいかなって感じでね、買いました。今日の開封動画、多分ね、僕の開封動画の中で一番面白くない開封動画だと思うんですよ。保証がついたカメラをね、開封してもね、何も面白くない。ちょっとこの感覚はもしかしたら異常なのかもしれないですけどね。いつもね、ギャンブル的な買い物ばっかりしてるんで、たまにはね、当たり前の買い物をしたということで。まあそんな感じでね。アンチソニーの方でね、僕のことを好いてるっていう人がいたら、もしかしたらご立腹かもしれませんが、まあね、使ってみて、案外ね、その使ってる1年2ヶ月か、の間に壊れるかもしれませんので、まあその辺もね、レポートしていければと思います。壊れないでほしいですけどね、できればね。はい、これからね、まあ一眼レフカメラのね、まあ、マウントアダプターがまだ揃ってないんで、すぐには無理ですけど、カメラレビュー、レンズレビューの方が、豊かになっていくということで、結構なお金を払いましたが、まあね、EOS One DS のね、ローンが終わったんで買えたかなって感じですね。はい、今日の開封動画はここまで、これからね、出品者の方にね、連絡をいたしまして、この後の動画、視聴者様の、投稿のコーナーとか、また後で録画するんでね、とりあえずね、これ、ヤフオクで、落札して、商品が到着したんでね、返事を書かなきゃいけないということで、とりあえず作った動画であります。はい、それではまた、この次は、他作品投稿のコーナーになると思います。はい、作品投稿のコーナーです。今日のトップバッターは井上ひじりさんで3枚組写真ですね。ミツバチたちのお食事どころということですね。いつもの誰もいない方の公園で撮った河津桜に集まってきていたミツバチの写真です。前回桜はもうちょっと予定撮った方がいいかなとの助言をおたきさんからいただいてね、今回ぐっと予定撮ってみました。おたきさんの助言は EF2810 が寄れるレンズなので、
という28105前提のご診断だったので、そういう意味じゃないとお叱りを受けそうですが、ミツバチがいっぱいいたことが嬉しくてミツバチばかり追いかけてしまったので、次はもう少し引いた桜の写真も撮ってみようと思いますということなんですけどね、1枚目の写真はね非常にね惜しかったですね。これ多分 AF で撮ったと思うんですけども、これはマニュアルフォーカスで狙いたいとこでしたね。まあ難しいですけどね、鼻芯とねミツバチの頭にねピントが合えば最高だったと思いますね。2枚目3枚目はミツバチを撮るにしてはちょっと引きすぎたかなという感じかな。ミツバチね結構、難しいとは思うんですけども、ここは置きピンしたいとこですね。オートフォーカスだとどうしてもねオートフォーカスが迷っちゃうんでね、どこに合わせよどこに合わせよっていうの。はい、井上秀司さんありがとうございます。次は侍ジャパンさんから2枚。今日はどちらもコニカ C35FD フジクロームプロビア100ですね。1枚目がねガラス工芸屋、観光客が引きなしに来ていた石造り倉庫を改装したガラス工芸店の店でしばらく自粛休業でしたが、時折開くようになりましたということですね。で、2枚目は夫婦の願いということで、これね、どちらも、まあ、固定店舗みたいな感じなところを狙っているんですけどもね、この、1枚目の方はね、店舗の奥の方の光が非常にいい感じになってますね。リバーサルフィルムということでね、暗所のね、描写もしっかり出るんですね。で、2枚目の方はね、家族連れ3人でね、神社をお参りしている、ほのぼのとしたところになりますね。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。次がね、次はね、ノブックさんの、投稿ですね。半年ぶりの投稿になります。最近モノクロ写真を始めてみましたってことですね。タイトルはシベリアからようこそ。カメラはニコン F フォトミック FTN。レンズがズームニッコール 35-200mm F3.5 から 4.5。フィルムがフジフィルム、フィルムネオパンアクロス2ってことですね。冬になると川に飛来してくる白鳥を撮影しましたっていうことなんですけど、これちょっとスクエアっぽい写真になってるんで、多分これはインスタグラムかなんかにアップされた写真になるんじゃないかな。ちょっと中途半端な写真にはなりますが、構図はいいと思うんですよね。これどういう風にカットしたんだろうな、元構図がちょっと知りたいところではありますが、できれば4対3か16対9での投稿をお願いします。はい、グリッティさんありがとうございます。次がニコニストさんですかね。中年うたきさんはこんばんは。YouTube いつも楽しく拝見させていただいてます。初めて作品特攻に挑戦させていただきます。カメラニコン F、レンズニッコール SO と 50mmF1.4、 フィルムフジカラー100、作品タイトルが冬の散歩道ということですね。これオールドレンズのね、フレアをね活かした、ちょうどねシャッターチャンス、散歩してる人がね入るようにシャッターチャンスをうまく合わせた写真になっています。なかなかこれいいと思いますね。てかかなり、写真慣れしてるなっていう、イメージを受けますね。印象的な写真を撮るのにね、その花だけを撮るんじゃなくて他のものを撮るっていうね、これ桜でも共通したことは言えるんですけども、かなり写真慣れした方と見ました。ニコニストさんね、今後も投稿をよろしくお願いします。次が1,2,3,4、もう一人ね、たくみさんでいいのかな。最近ね、ちょっとペンネームが多いんでね、わかんないんですよね。たくみさんでいいのかな。おたっきーさんこんばんは、たくみです。また作品投稿させていただきます。今回はバルナック 3C を手に入れ、分解整備した直後の試し撮り作品です。まだエルマを手に入れてなく、キャノンセレナ、50mmF1.9 で撮りました。1枚目は逆光でゴーストを狙って、このレンズ特徴のブルーゴーストが出てくれました。2枚目はキャノンレンジファインダー用接写装置、オートアップを使って、ピンクで花びらの多い梅。ピンクのビラビラかっこ笑いって書いて、画像を撮ってみました。サイドは上げすぎじゃないと思われるかもしれませんが、実物は本当にこれぐらいピンクでびっくりしました。ということでね、1枚目が、青いお化けですね。2枚目がね、極彩ですかね。
どちらもライカ 3C、キャノン、セレナ 50mm、F1.9、2枚目はオートアップ付きですね。富士記録用100での撮影ですということです。作品なんですけどもね、これブルーゴースト、すごい特徴的なブルーゴースト出てますね。しかもね、ゴーストの形状がものすごく面白いですね。これセレナの特徴ということなんですけど、僕は初めて見ましたね。で、2枚目のピンクのビラビラ、ビラビラなんですけど、これはもうちょっと、ちょっと光が欲しかったかなーって感じですね。花に直接これ光が当たってない感じに見えます。色はね、やっぱ富士の記録用の100にセレナということで、淡白は淡白なんですけど、これはこれでいいかもしれません。ちゃんと光があればね、ちゃんとした写真になったと思います。ちょっと欲しかったですね。はい、作品投稿のコーナーはここまで。次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今回の俺のカメラは夢旅人さんの投稿ですね。俺のカメラのコーナーへ投稿です。フォトライブ中田師匠の動画で、キャノンダイヤル35の紹介動画を見て面白いカメラだと思いヤフオクで検索。その時は1万円でしたが、数日後に再確認したところ3000円からスタートがあったので、ダメ元で入札。数日後競合することなく落札。50年以上前のカメラ、今回はオブジェを確保していましたが、なんとシャッター切れました。カッコマニュアルのみということですね。使い方は師匠の動画を見てなんとなく覚えましたということですね。僕もねこれね、ダイヤルラビットっていうのを持ってますけど、故障して動かないんですけど、直そうと思って失敗しちゃったんですけどね。これはダイヤル35ということで、ハーフカメラの方ですね。ね、ゼンマイ式のワインダーで、セレン光電池のいいカメラなんですけども、まあマニュアルしか、もうセレンが死んでてマニュアルしか使えない個体がほとんどだと思いますが、これ3000で落札は相当お得だと思います。これ結構プレミア価格になってますね、ダイヤル35はね。はい、夢旅人さんありがとうございます。あー、おかしくなった。ちょっとハエが入っててイライラしてるんですけどね。もう一人紹介しようかな。ちょっと投稿が多くなってますね。これジョタさんですね。中年オタッキーさん、はじめまして。ジョタと申します。オタッキーさんのおかげで最近フィルムカメラの前に肩まで使ってるんですか。やったやっちまったのコーナーと迷いましたが、俺のカメラの方に投稿します。カメラ二眼レフのワルツフレックスです。肩はマイナーなのか、あまり情報がなく調べても出てきませんでした。シャッタースピード300までなので、前期の方かと思います。さて、このカメラ、実は2代目です。ワルツという名前に惹かれて、1代目はメルカリで安く購入したのですが、動くと書かれていたにもかかわらず、ピントダイヤルが空回り、やらかしました。修理に出してもいいのですが高い。それならば店頭で動作品を自分で見繕った方が安くて早いということで、都内の某カメラ店ショーケースの一番奥でホコリをかぶっていたものを吸収してきました。おとなしくリコーやプリもやらにしとけばよかった。こんなことにならなかったんでしょうか。早速意地で、もはや意地で、処置貫徹しました。つい先日試写に行った際、どうせならこいつ自体を被写体にしてしまいと、ニコン F3 ハイアイポイント、データバックで日付を入れて撮影しました。フィルムは富士カラー100、レンズは AI ニッコール 50mmF1.4S です。苦労した分愛着はあるので、これから大切に使っていきたいと思いますということなんですけどね。これね、まあ苦労して入手したと、まあ甲斐があって、結構程度のいいワルツフレックス。ねえ、コパル製のシャッターで300分の1まで切れるモデルのようですね。レンズはね、コミナーということで、これ富岡だったかな、ちょっと思い出せないんですけどもね。これなかなか、まあ、完全日の丸構図ではありますが、ニコンのレンズで撮ったということでね、いい写真になっておりますね。これタイトル画面にしようかな。ちょっとね、当たり前ですが、タイトル画面にしていこうと思います。ジョタさんありがとうございます。はい、ここからはね、久しぶり、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー。今日はね、フリーマンさんのやったですね。久しぶりにやった投稿です。21円落札、送料込み1000円以内。到着した時はミラー切ったらミラーアップしたままシャッター幕が途中で止まる状態。給油した時無事動きました。露出系も電池を入れ替えたら問題なく動作です。ペンタックス SV ということですね。これね、露出系ね、ペンタックスのね、アサヒペンタックスメーターって、これはレアですね。これ21円ですか、バカみたいに安いですね。
これはありえない。もうやったーにも程がありますね。っていうか、出品者の人かわいそう。フェットックス SV はね、メーター付きで21円。これはなかなかお買い得でしたね、フリーマさん。今日の動画はね、こんな感じになっていきます。でね、ちょっとね、まあ、開封動画とかいうのも、まあ、もう、立て込んだのもありまして、ちょっと、ネタの方がね、余ってるんですけども、次回はこれでいこうかな、よっ。絡まって、これね、ヤフーコング別名桃色山梨さんに随分前にいただいたカメラなんですけどもね、リコーの XR8 ですね。なんでね、遅くなったかっていうとね、レンズ、どのレンズで撮ろうか迷って迷いまくってたんです。で、ジャンクから引き上げてきた結局ね、このズームの2880でね、撮ってまいりました。なかなかの写りになってると思います。まあ、こうご期待っていうことですね。はい、今週はこれで終わりかな動画。また来週になっていくと思うんですけどもね。まだライブが入るかもしれませんので、ゲリラライブは注意して、チャンネル登録はね、通知オンでお願いしますね。で、高評価、コメントの方、どしどしよろしくお願いします。コメントの方はね、全部返していく予定で言います。ちょっと遅れてますが、頑張って返していこうと思います。高評価はね、ポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ね、ニコン嫌いのオタッキーがとうとうね、アルファ7のフルサイズ、まあ、入手しました。まあ、以前からね、これは買わなきゃいけないとは思ってたんですけどね、カラーの作例をね、加えるために購入しましたが、まあ、どうせならレンズ付きで、ね、69,800円ってね、思うんですけどね、APS-C の普及価格帯のカメラでもこのぐらいの値段じゃないですか。これなんでこの構成でこの値段でこの残ってたんだろうなって感じですよね。まあいいんですけどね。僕が得したからいい。得なのかな、もっと安いのあるのかな、ちょっとわかんないんですけどね。まあいい感じで撮れる感じですので、まあ取り込んでいって、まあ、故障したらまたレモン。まあ、故障しないことをね、できれば故障しない方がいいですよね。はい、今日の動画はこんな感じになってまいります。それではまた次の動画までお待ちください。ごきげんよう。さよなら。